That's Samurai Ken's Channel、こんにちは、サムライケンです。というかもう2019年初めての第1回目の動画になります、次やろうと思ってるうちにどんどん、日にちが経ってしまいましてね、怠け者だっていうのは自分自身ずっと思ってますけど、まあ、今回もその怠け者が出た、そういう感じですね。で、まあ、今回第1回目はですね、前回作ったピアノのトラックでですね、ピアノ以外のキーボード楽器、これを選んだ場合どうなるかという説明と、あともう一つ演奏を録音してそれを間違えた時にもう一回やり直すというのをね、実は肝心なところをまだ説明してなかったんで、まあ、それを説明したいと思います。もうね、きっとやってる方はその、もう一回演奏し直す、演奏録音し直すというのはね、もうどうにか分かったんじゃないかなと思いますが、とりあえずそこを説明したいと思います。ではどうぞ。では、今まで説明すべきだった録音し直すという方法ですね、最も簡単なのは上のやり直すボタン、これですね。ここのアイコン、これをタップすれば録音したリージョンが消えます。ちょっとやってみましょうか。じゃあちょっとベースでではちょっとこの5小節目から録音してみます。はい、まあ失敗したということであれば、ここで、この、元に戻す、やり直しを押せば消えます。でもう一度タップするとですね、ここに出てきますね。下にやり直す録音と書いてありますが、これをタップすればまた、消したものが元に戻ります。で、もう一つの削除の方法としては、ここのトラック編集画面戻して、でこの今録音されたリージョンがこれですね、2回タップして、そしてこの削除、ここですね、これを押せば消えます。まあ通常ですとね、ここで演奏してますから、この矢印を使うのが、普通だと思います。ではですね、前回作ったピアノのトラックでピアノ以外のキーボードを選ぶとどうなるかやってみましょう。では、編集画面、これですね。これでピアノのイラストをダブルタップします。ここですね。そうすると、ピアノ鍵盤画面が出てきます。まあ、iPad ですと真ん中にこういうふうにグランドピアノと書いてある、まあ、イラストがありますね。ここをタップするとピアノの代わりに使えるキーボードやシンセサイザーなどがずらーっと出てきます、はい、はい、こういう感じですね。まあキーボード、後ろからクラシックオルガンとかね、クラシックグランドとか、こういっぱい出てきます。それからこのキーボードはシンセサイザーなんかも出てきますので、本当にね、困っちゃうぐらいたくさんのキーボードがあります。まあ、ぜひね、暇がある方はどんな音がするのか試してみるといいと思いますね。で、iPhone の方ではこんな形で、一番左上のトラックコントロールボタンのイラストをタップします。まあ、逆三角形ですね。タップすれば、同じような画面が出てきます。では今回は試しにですね、クラシックオルガン、これですね、クラシックロックオルガンですか、これを試してちょっと、聞いてみましょうかと。ピアノがオルガンの音に変わります。
という感じですね。またこのオルガンのいろいろな操作盤がたくさんありますけども、まあどんな音がするのかここをいじってみてください。この今オルガンの音がちょっと小さいなと思った時は、左から4番目のトラックコントロールボタン、スライダーのアイコンがありますが、これをタップして、この中の真ん中にコンプレッサーというのがありますね。これをちょっとこう増やしてあげれば、今まで以上に音が厚く、そしてちょっと大きい音に変わります。もちろんこのトラック音量を使ってもいいですけどね、という感じですね。ということで、タッチインストルメントのトラックではですね、まあここにタッチインストルメントの楽器というと、このギターもそうですね、こういうタッチインストルメントのトラックでは、その楽器のグループにあるいくつかの楽器に変更して曲の雰囲気を変えることができます。ちょっと見てみましょう。今回ギターの場合はここに、ありますね、イラストが。でここをタップしますと、こういうふうに全部で5種類のギターがあります。で例えばまあロックギターにするとこういうふうになって、ここにエフェクターがついてますからね、エフェクターを入れたり、まあここねタップすればスイッチがありますが、ヴィンテージドライブですか、これはフランジャーとかね、いろいろありますんで、音がいろいろ作れます。エフェクターもあるんでね、なかなか面白い音が作れると思いますが、このレトロワウというギター、これは面白いですね。ここにワウペダルがついてますから。というふうにね、ワウワウを効果を出せます。以上、今回は、簡単でありますけれども、タッチインストルメントの同じグループ内の他の楽器への変更方法、そして録音し直す場合の方法ですね。そういったものを簡単に説明いたしました。今回は以上ですが、次回はドラマーの説明になります。さらばでござる。